うん。誰かと思えばマスターじゃねえか。どうしたよ。今日はあれだろ、なんとかって日なんだろ。女英霊の連中がバタバタ忙しくしてるじゃねえかなあ。シミュレーターなんぞに入り浸ってどうするよ。さっさと戻れ、女泣かせ野郎。ああ、いや、まあ野郎ってのは違うか。なのに随分モテるよなお前。なりなんざ気にしねえやつらが多いからか。ま、俺も似たようなもんだ。うるさいことは言わねえよ。このなりになってからは男にも女にもモテにモテたもんだ。正直迷惑だったがな。その点ここは悪くない。なりに惑わされるやつが多くね。モードレッドとは馬が合うし、マルタはうるせえが肝が据わっていやがる。田島のジジイやジェロニモの野郎も面白い。ジジイとは森の戦い方ってのを相談したからな。海王流だぜ海王流。イアソンやらディオスクロイやらの馴染みもなんだかんだで嫌がるし、二度死んだ後のあの世にしちゃ悪くねえ。あの世じゃねえか。そうだな、お前がいる。いいや、いつか嫌でもお前は知るさ、俺がお前のサーヴァントをやってる理由を。選手カイニスはな、呼ばれれば誰にでも従う玉じゃねえんだよ。お前には理由がある。あるんだよ。だがまあ、俺の口から言っちまうのはさすがに野暮だ。だから俺は言わねえ。冗談にしちゃ面白くねえな。お前が死ぬのは人類のあれを何とかしてからだろうが。おう、もらってやるよ。じゃあちょっと待ってろ。待たせたな。ゾーラよ、借りはその場で返す。厨房連中に行って新鮮なうちに料理してもらえ。なあ、今日は連中も忙しいのか。ま、なんなら俺がさばいて食わせてやってもいい。シーフードカレーにしてやるよ。
ああ、とは言ったが、一人ってのもな。せっかくカレーにすんなら大鍋で作るのがいいな。前もエウロペアらが手伝ってくれたしな。ありゃあ実際助かった。ゴッフの野郎も腹すかせてる頃合いだ。よし、こないだの連中全員連れてこい。乗りかかった船だ。バレンなんとかシーフードカレーパーティーだ。やるぜマスター。